違法な配信やダウンロードはやめましょう。に、あ、ちょ、待って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 。コントローラーが動かない。ん？あ、動いた動いた。ということで、昭和平成ワイワイカワン。さあ、やっていきましょうか。モーダル伝説提案提言、余計やっていきましょうか。これはプロコンでやるようなゲームじゃねえな。なんだ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 。はい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 。終わる。オッケー。ということで、一人で桃鉄やっていきましょうか。友達がいらん。悲しい悲しい私の。はい、ということで、いつもの桃鉄ですね。まあ、いろいろと設定を進めながらですね、やっていこうかなと。あれ、対戦キャラクターは、なんだ、対戦するトムは、変更しましょう。6人選んでください。そりゃ大きいでしょうよ。ボインで美しいお姉ちゃんいたら、二人目はですね、なんかこう、こういうね、なんだ、鉄人、名人、五段、七段、初段、八段。あ、なるほど。攻撃カードを跳ね返す大量のサイコロフス、無敵の鉄人、雷神。じゃあ、私、ちょっとしょぼいので、はい、あ、これ三人でしか回せないのっけ。なるほどね。じゃあ、私はですね、まあ、やりながらですね、どういうコンセプトでやっていくのかっていうのを説明していきたいと思うんですけれども、とりあえずですね、100年やりますと。で、なんでおめえ今更さ、昭和、平成、令和やるんだよっていう話なんだけど、ごめん、持ってないのよ、ワールド。ワールド持ってないよ、残念でしたっていう話で、こっち進めながら。でね、じゃあ、かんぽ生命、じゃあ、桃鉄ワールドに行きましょう。憧れだけ持っとこう。で、これを持っといて、そう。でね、まあ、1926年から昭和元年なわけですよ。まあ、厳密には12月25日からだから、たった6日間、7日間かなしかなかったんだけど、まあ、それはいいじゃないですか。で、もう、およそ100年経とうというところでございますんで、はい。まあ、一生懸命ね、これをプレイして、で、100年の、こう、昭和から令和までの、こう、重みっていうのを味わっていきましょうよって話なんですよ。え？0年？最後、プレイ年数決めてください。100年っていうのは？ああ、そういうことですね。はい。ということなので、今から皆さんを30時間の世界へようこそ、くんだまし。はい、セーブデータなんかセーブしなきゃいけないっぽいのでセーブしましょう。社長の名前、みんな覚えた？覚えた？システムファイル4だからね。4でやっていきましょう。はい、システムファイルのシステム完了しました。ということでね。はい。で、単純に、100年やるだけじゃくっそ面白くないから、100年後に、ブルホス社長、破産します。破産を目指してやっていきましょう。誰が1位を目指した誰もが目指すようなそんなクソつまんねえ、桃太郎電鉄なんかやるかって言って、100日後にワニが死ぬんだったら俺100日後の社長、え？待って、固まったんだけど。少々お待ちを。ごめんなさい。画面が固まってただけだったみたいです。だから録画画面が固まってた。ということで、1000円をもらって、はい。と、ヤシャ姫さんですね、容器費と容器できるなんてもやっていきましょう。まあね、さっきも、何の喋ってたかわかんなくなっちゃうけど、はい。つですね、はい。三重県へ行きましょう。三重県のつは一体どんなゲ、なんだっけ、ここ遠い容器費初めてじゃない方は私一時、お手洗いとくお願いしますって言うけどさ、おめえ何だったっけ、8段だったか7段だったかよくわかんねえけどさ、てかどうせ破産するんだったらなんか鉄人とか持ってきたらよかったかもしんないね。はい。ということで、3人でね、仲睦まじくやっていこうかなと思うんだけど、どうしようかな、1年に1パートっていうところかなってことは、今からやったら2025年を迎えそうな勢いなんだけど、まあそんなことは気にしないでやっていきましょう。ということで、6マスですね。ちょっと待ってね、ちょっとバイトチョコレート全体マップ見たらめちゃめちゃ広いな。素人かって、まだね、数える程度しかやったことがないからね。ちょっと待ってね、ちゃあれ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 、ちょっと待って、あ、こうか。はい、光ってる駅に行くことができます。ピカピカ光っているの。あ、お金の使いすぎに注意してください。まずはどこに行くのがいいだべやな。6、いや本当はね、ここでね、ナイスですねとかっていうのも楽しいのかなと思ったりするんだけど、こっちに進んでいかないと、まあ、でもまあ、とりあえず初手はね、やっぱカードかなと思うので、はい、カードがもらえますぞ。でね、あ、何最下位カードって、最下位に自動的になりますよって、じゃあもう破産確定じゃん。やったね、俺の勝ち、実況のテーマ俺の勝ち。
陽気日社長、陽気日社長もなんかちょっと別のなんか名前とかにできたら面白かったんですけどね、入ってくって雷神、昔風神雷神っていうね、あのジェットコースターがあったんだけどね、ちょっと悲しい過去があるのでそれについてあまり触れることができます。ちなみにあの悲しい過去が起こるんですね。ちょっと待って、これ何、現在ビリの人のかだけが使えるとってもお得なカードです。じゃあ今使おう、再開カード使った、タラタタ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 、なんか急にボインの姉ちゃんが降りてきたんだけど、叶えてさせてもいいでしょう。次のうちどれか一つだけ叶いますぞ。ほう、持ち金をゼロにしたいって、どういうこと、持ち金をゼロにしたい、しまった、これ最終ターンまで持っとけばよかった、やっちまったな、いきなり実況終わったわ。じゃあ新幹線カード、はい。でもね、あのね、100年後に破産すればいい、破産ができればいいのよ。ということはよ、あのね、初手からずっとさ、だからもうなんか初めの方からずっとさ、なんかさ、バカみたいにさ、あの、一生、あの、ビリでいとくなんていうのは、そんなアホなこととかね、やってられないですから、そんなアホなことをしてもさ、誰も面白くないから、で、ちょっと待ってね、とは言いながらも、金を稼いでも行かなきゃいけないから、まあ、じわじわ近づいていきましょう。新幹線カードって4つ、今月ね、ごめん。2倍で1160ルピーしかもらえないの？マジかよ、しょぼくさ、どうしよう。でさ、本来さ、こういうのってさ、なんかさ、お友達とさ、わちゃわちゃしながらさ、なんかこう、あの、一人がのプレイに対して誰かがツッコミみたいな感じでさ、やっていくのが面白いのにさ、一人でベラベラ桃鉄やってさ、誰が楽しいのって、特性で買いやがった、うわ、ビビってやがんだ、破産する覚悟もねえやつがこのゲームやってんじゃねえよ。俺なんかもう破産を目標にして頑張ってやってんだからな。ということで、ちゃっちゃなっちゃ、よっけー、よっしゃ、持ち金が一気に4倍になったぜ。まるで協定に行った俺のようじゃねえか。100円でかけた金が4000円になったんだもんな、やっ、なんだよ、カード使うの、急行カード、おっと 2つのサイコロを使ってブンブン跳ね回していこうかなという、そんな最中でございます。ちなみにさ、これさ、まださ、実況自体がまだ5分くらいなんだけどさ、これで1年回せる、大丈夫、1年なんか 10何分とかしかなんか進まないような気もするんだけど、5ということで、1,2,3、じゃじゃ、だから全体マップ、こういうの時間を稼ごうとするな、バーカタレが。で、これが何がある、ちょっと待ってね、80% か、これどっちに行くのが正解ってなってる。じゃあこっちでいいや。オッケー、ブルホス社長、ブル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 。なんかこうやって地味に金稼いでいくのってなんか面白くもなんともないな。わあ、俺の方に早くつかねえかな、ボンビーちゃんよ。待ってんだぜ。まあ、100年間のお付き合いなんで頑張ろうぜ、陽気日社長。で、8月になった瞬間に稼ぎが少ねえ。めちゃくちゃだな。俺2マス止まったのにさ、4000万くらいかしか稼げてないのに、なんて野郎だ、なんてやつだ、絶対に許さねえ。6マスじわじわ行きましょう。えい、3,4,5。わあ、ちょっと悩みどころですね。ちょっと待って、マイナスだろ、マイナスはさすがに求めてないんだよな。あー、でもなー、まあ、いいか。今の時期にマイナス止まったところでそんなに辛くないか。ということで、愛、お金はお金、70、ああ、もうやる。俺の月のお小遣いと一緒だよ。うん、やる。うん。そう。なんかさ、あのさ、この間くっそムカつくさ、なんかあの、DM が来たんだけどさ、お前どうせ貧乏人だろとかって言ってくるバカがいたんだけどさ、お前みたいなコメントしてくるような貧乏人に言われたくねえわって話だ。所詮おてめえなんか年収100万とか200万とかそんなレベルだろって、どうやって生活していくんでざわ見さらせて。で、あの、税金がかかるかかからないからさ、その境目にいるような人間にさ、お前どうせ貧乏だろとか言われたくねえんだよ。俺はざわ見さらせ、俺は金持ちだ。ゲームの世界だけど、うるうるうる。え、こんなに単純になんか進んでいいの？いきなりあの、もう優勝ガイドまっしぐらなんだけど。じゃあ、ちゃっちゃかぱっぱー、地元から1億、やったー、1億ー、俺の資産と一緒ー。さあ、雷神さんにつきましたね。おー、しりぷりぷりー、貧貧しい。なるほど、ヒップと書いて貧しいと読むという、そんな感じですかね。オッケー。ということで、プル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 。で、よろしくねんって大手でフリフリしてるんだけど、まあまあ、そんなことは気にしないで、どんどんやっていきましょうか。ということで、それでは皆さん、再び次の目標、目標値は、私の目標値はここでーす。いきなり遠いな、マジかよ、東海エリアからいきなり東北の方に来やがった。じゃあ、金はあるから全部買っときましょう。はい。まあ、収益がちょっと秒でよ、違う、ベビーラーメンとかあるんだ。へぇ、肉まん、あんまん、造船所。やめる。みんな思ってるでしょ、あの30を過ぎたおっさんが無理して頑張ってるって。俺もそれ30万で 100%?
しかも1億で 20% ってめちゃくちゃすげえじゃん。さあすれ違ってあげなさい。おい、すれ違った。オッケー、終わりでもな、お前らでな、なんかな、なんか、陽気比とさ、なんか、なすり付き合いとかしてた時もさ、なんか、ただのイチャイチャを見せられてるだけで何も面白くないんだよな。よし、じゃあこっち行きましょう。特急カーって、カッと集め、な。おい、今何月や思ってんねん。こうやってどんどん破産の道へ進んでいくんでございますね。違うんだよ、100年後なんで、まだ1年目で破産は早い。まだ 100年後なんで。うわ、いいな、千載一遇カードだって。もう山形あいつが取ったようなもんじゃん。ってことは俺今一番危なくねえか、やばくねえか。買わないんかい、ウルリングルリン売っちゃって、お口はよそば500万円7000円。いいな、めちゃめちゃ金持ってんなみんな。ということで、ここら辺をぐるぐる回りましょう。2金ねえんだって。どうしよう、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 どうしよう。。じゃあこっち、プラスマスで。あー、230万円そんなもん、俺の月の貯金額じゃねえか。はい、じゃあ行こう行こう行こう。ポンポンポン。そうそう、さっきのさ、なんかさ、バカにしたやつかとか言ってるけどさ、言ったけどな、俺がヒロシさんより年収あっかんな。ヒロシさん35歳で650万とかだろ。はっきり言うけど、俺それ以上にもらってるからな。さすがに毛利心の1500万にはギリギリ到達しないけれども。はい。ってことは、650から1500万の間なんだなって思ったら、なんかそれってあんまり言わない方がいい、よかった、いいかもしれない情報かもしれないな。はい。まあでも、一般でさ、頑張ってる社長さんからしたら、社長じゃねえや。ちょっと待ってね、買う。買えねえ。ちょっと特急は1000万。ああ、無理だね。今言ったところで全く持って意味がなかったね。はい。まあ、気軽に楽しんでいきましょうよということで、たっちゃ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 、5。あ、宝くじ売り場あんのか。宝くじ売り場は特製で、だからさ、そんなさ、なんで破産することをそんなに恐れるわけ。借金することが怖えってか。なんだよ、つまらねえな。借金なんかしたって意味がねえんだよ。よっしゃ、サミットカード、よっしゃ、全員集めていただきましょう。3、なんだよ、じゃあ、なんかコインだけパリ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 ピーンって払っとけ、払っとけ。よっしゃ、行きましょうか。1月、たっ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 た。よっしゃ、カード。今です。そのパイプオルガンの音楽の感じがいいよね。チャラリー花。あれリトルだからすげえ。手持ちの、あれなのかな、お金によって回収するカードっていうのが変わってくるのかな。たったの100円、じゃ、たったの100万円だぜ。うん、今すぐ俺も、現金でペイできる額だよ。よし、じゃあ行きましょうか。チャリン、チャリン、チャリン。お金に汚く、そして、性格も悪く行きましょう。ボンビー、ボンビー。オッケー、坊主丸儲けカードってなんだ。ずら、外すなよ。やった、なんかペット引き連れて頑張るわ。4。どうしよう、どうしよう、どうしよう。でも、これ、今行ってもしゃあないもんな。もう一回同じか。行くぜ、潜在、やった、来たー。うげー、お金が取られていく。このままでは、俺は物件を売らなくてはならない状況になってしまう。助けて、助けて、誰かっていうか、潜在一遇カード全然使う気ないやん。陽気比だけ潜在一遇カード持ってたら。なるほどね、引き換え券って。もう素人すぎて、素人童貞すぎてさ、桃鉄がさ、うん、本当に、もう、じゃ、200万円、お、やった、いいね、チャラリー、鼻から牛乳、特製レカードで0円になることもできますと。で、特製レカード0円と思ったら、我が社にも、やった、680万の借金ってことは、コンピューターバカだから、どうせ次のターン使うんだろうな。ということで、私は飛びまーす。潜在一軍、潜在一軍、5。あー、なんかまあ微妙だけど、まあいいだろう、いいだろう。このままだと俺も借金を背負うことになっちまうからな。と言ってる間に借金を背負うことに、すげえ、たった2ターンの200まで済んだ。ああ、もう決算だ。え、おしまい。じゃーちゃっちゃちゃちゃらちゃっちゃちゃちゃ。1年このペースか。10分。やっぱあれだね、あれ、でもコンピューターって3人しかいなかったんだろう。キャスターのヤシャ姫です。それでは今年度の収益額を発表します。最初の年1年は1位は一体誰なんでしょう。そりゃそうだよ、だって取られたんだもの。ついて最終的な順位を決めることで、総資産の中間発表です。あ、それ陽気比ゴリッゴリだな、すげえな。そして、俺のさ、上がり幅と下がり幅がえぐいな。まあそんなことどうでもいい。借金をすでに負ってるやつがいるんだ。あー、オッケー、ストップ。はい。1年目を取る今日の調子はいかがでしょうかということなんですけれども、一旦ですね、そしたら、こちらで終了とさせていただきたいと思います。さあ、100年後に破産する社長は果たして無事に100年後破産することができるのでしょうか。ほうご期待ということで、チャンネル登録ボタン、グッドボタンよろしく。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。